フライベルクの街並みフライベルクはドイツ、ザクセン州、ミッテルザクセン郡の都市である。なお2008年まで同軍はケムニッツ行政管区の下に置かれていた。人口は約4万人である。フライベルクは中林ン,ンオーバーザクセン後内の境界を成している。東側ではマイセン南東方言が、西側ではマイセン南方言が話されている。12世紀に エルズ山脈の北の麓の当地に銀行山が発見されたことにより歴史が始まり何世紀も鉱山、工業の中心地として栄えてきた。町のシンボルとしてまた鉱山業近代化、組織化を目的としてハイニッツらの提案により1765年に鉱山学校が設立された。この種の学校としてはザクセンでは最初のもので 当時のヨーロッパ全体においても、先進的な科学研究施設、技術教育機関で、設立の初期には、水星説の主相者で、鉱山学校の校長も務めた、ベルナー教授が研究、教育に力を入れ、有能な鉱山技師を養成した。世界中から学生たちがやってきた。欧州、南北アメリカに及び、フンボルトや、フライエスレーベン、フランスのドービュイソン、 ブラジルのアンドラダ、スペインのエルヤル兄弟等がいた。鉱物学、鉱山技術の学校としてはヨーロッパ有数の歴史を誇ったこのフライベルク鉱山学校から発展したフライベルク工科大学がある。ありがとうございます。